皆さんこんにちは、小場翔です。原田です。ゆうきです。はい、今日もですねクイズ企画やっていきたいと思います。今日は画面外から出題者伊藤くんでございます。じゃあ今日のテーマは何でしょうか。はい、今日はちょっと格言、名言を当てるクイズをやっていこうかなっていうふうに思います。はい、僕がそれを発した人の名前と格言の一部を言うんで、はい、そのブランクを埋めてほしいかなっていうふうに思います。なるほどね。はい、なるほどなるほど。それを書いて出すと。書いて出す、うん、オッケーです。はい、じゃあまあ早速やってみようか。はい、うん、じゃあまずはアインシュタインの一言からいきたいと思います。有名ですからね。はい、いきます。はい、大切なのは〇〇をやめないことだ。なんだよ、アインシュタイン、何言うんだよ。だからそこにさ、まあその一般的に、はい、いいよねって言葉が入るんでしょう。はい、ね、なんとかとかなんとかとか、それを当てるってことだね。そうです。何をやめないことか、もう一回お願いします。大切なのは、〇〇をやめないことだ。あれ、ちょっとこれ聞きたいんですけど、〇〇ってのは2文字ってことですか、それとも、もっと長いものが入るんですか。この場合は4文字入ります。4文字なんですよ。いや、文字数は欲しいよね。そうですね。うん、まあ、けど、多分意図さえ合ってれば、多分これ、日本語訳にされてるだけなんで。あ、そういうことね。はい。なるほど、なるほど。あ、そういうこと。まあ、でも一応文字数欲しいよ。そうですね。なんだろうね。え、4文字 ?4 文字ちょっとその、そうですね。大切なのは、うん、〇〇することをやめないことだ。じゃあ、するが入る。すること。え、何することじゃなくて何、何々をやめないことでした。そうです。まあ、何々をやめないことだ。することったらもうそれで4文字になっちゃう。することの場合は、前に何文字つくんですか。それは入らん。まあでもさ、一般的にそれなんか良さげなことを書いておけばいいんじゃない。いいよ、わかんな。はい、ま、え、え、せーの、ドン。あれ、あ、お、二人ともかぶりましたね。何、努力努力、はい、いや、なんかさ、わかんないから様子見で。そうですね。あんまちょっととっぴなこと書きたくない。はい、たまたま会っちゃいました。正解は、問うことをやめないことだでした。問うこと、問うことね。はい、あ、なるほど、なるほどね。まあだから、なんていうの、疑うというか。なるほど。ああ、そういう考えることに近いかな。なるほどなるほど。そうだね。をちょっと言い換えた。なるほど。アインシュタインっぽく。いいことですね。なるほどなるほど。わ、はい、かりました。はい、でも努力もやめたらいけませんからね。はい。はい。次いきます。はい、次はガリレオガリレイです。おお。リンゴ。リンゴと言ってないか。本人はリンゴと言ってない。失礼しました。はい。〇〇は発明の父である。うん、おお、あれは。え？〇〇は人の名前じゃないですよ。はい。いいですか？はい。はい。何君？努力。努力好きやん。はい。答えは会議です。え？え？疑う。人の発明の母じゃないの？父って言いました。父です。あ、父か。やられたわ。失礼しました。会議は。はい、あー、そうなんだ。疑うこと、疑うことです。なるほど。やべ、完全に必要発明の母だけがシュンってきて、はいはい余裕じゃん。父のとこ全然聞いてなかった。まあでも父って言われたからといって分からなかったね。はい、じゃあ父母で言ってるんですね。じゃあそう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 、ね、びっくりしたわ。はい、ごめんなさい、自分が真面目、ちょっと人の話を聞いてない。人の話を聞くことをやめてはいけない。やめたいけど。アインシュタイン。はい、3問目。はい、レントゲンさんの、おー、はい、一言です。はい、私は考えなかった、はい、ただ、まるまるした。いや、もう努力はやめような。考えなかった、ただただ、ほにゃららした。何文字ですか。日本語にすると虹の、虹熟語。虹熟語、虹ってか普通に単語に、2ワードの単語って言ったらいいかな。2文字、2文字。はい、え、ちょっと待って、僕は決まりました。もう一回お願いします、問題文。私は考えなかった、うん、ただ、まるまるした。まるまるした、まるまるした、考えるんじゃなくて、ほにゃららしたっていうイメージかな。はい。はい。はい、諦めた。いや、わかんないです。行動。私は探求者です。あー、ちょっとこれは難しいですね。難しいな。なんだよ、難しいな。探求した？違う。レントゲンに文句言ってる。探って極めるんだから、そう考えるでしょ。まあいいや、ごめんなさいね。はい、偉人に文句言ってましょうか。じゃあ次、孫さん、孫正義さんの格言です。おいおいおい、なんか変なこと言いそうだな、また。うん、登りたい山を決めることで
人生のほにゃららが決まる。ほにゃららは何文字ですか？2字、熟語、2字、2字2字あーこれ当たんないよなかなか。うん、難しいと出しててもちょっと申し訳ねえくなってくる。おい、ドン。おー、なんか近いですね。僕は道筋です。あ、道しるべ。おお、似てるっちゃ似てますね。うん、と、登りたい山を決めることで、うん、人生の半分が決まる。それじゃちょっとずるいよ。半分決まっちゃう。小林さん言ってやってください。半分決まんないですよね。ちょっとね、いやでも目標は大事ですけど、はい、あの半分っていう出題は結構エグいですよ。いやだから普通に考えれば、目標とかゴールが決まれば、うん、そこに行くこうね、プロセスが、ね、確かに確かに大体見えてくるよと、うん、いうことなんですけど、はい、ね、半分か、難しいな。半分決まらないです。決まんないですね、ちょっと。次、はいはい、本田宗一郎さんの、うん、お、はい、人間の幸福を〇〇によって具現化する。〇〇は何時ですか？2時。2時、人間の幸福を〇〇によって。これは本田のイメージしたらいけるか、うん、本田の会社を、なんかもしかしたら分かったかもしれない。そんなに難しい言葉じゃないと思います、ここは。比喩ではないです。もう一回お願いします。人間の幸福をほにゃららによって具現化する。ドン。小林さんの正解です。おやった、技術か。技術だ。いや、ホンダだからさ。なるほど。いや、機械かなと思って。うん、そうですね、思いました。ただなんか機械で具現化ってのが変だから、技術で具現化かな。なるほど。これは、いや、知らなかったですけどね。技術によってか、はい、言葉をしたわけじゃなくて、これは運が良かったです、ね、なるほど。はい、続いてさんまさんの。さんまさん、これひねったこと言いそうだからね、難しそうだよね。丸儲けしか知らない。20代の借金は丸々や、うん、あ、なんだっけ、20代の借金は分かんない、知らないですね。知ってるか知らない。何文字ですか？2文字です。漢字2文字。20代の借金は、さんまさんが言ったってことは多分こういうことなんだろうなと思って。何、わかんないなこれ。いや、ヒント欲しいな。わかんねえや。いや、多分そんなに難しい言葉じゃない。ひねってない。え？20代の借金 は、ひねらないと負債になるよ。確かに確かに。有利子負債って言ってました。20代の借金、税務的に言うと有利子負債です。20代の借金は、うん、それかまああれですかね、不良債、債権。不良、ちょっと最近。いや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 、それはないでしょ。わかんないな。絶対分かってる言葉。いや、言葉は分かってもなかなか出せない。選択肢多すぎるもんね。いやいや、借金から全然イメージできる。借金からイメージできる？そろそろ書いた？分かんないっす。僕は財産。あ、小林さんほぼ正解。人生の借金は貯金や。あ、まあまあこれそうですね、いいですね、はい、丸ですね。でも逆のことを言うんだ、芸能人だから。なるほど、芸人さんだからそうなんだ。分かんねえな、その感覚は。いやでも実際財産ではない。あ、普通にね、あのアルバイトでも、あの仕事でね、貯金したら財産ですからね。多分僕はそう思いますね。はい、まあ失敗が芸やみたいなもんなんでしょうね、うん、まあね。次、湯川秀樹さんの。お、真面目なの来そうだ。真実はいつも〇〇派。コナンくらいになっちゃうんだよ。真実はいつも一つになっちゃうんだけど。真実は、あ、なんか真実は何？いつも〇〇派。まあ、〇〇っていいと思います。〇〇派？真実はいつも〇〇？はい。いつも、やっぱもうダメだ。一つしか思いつかねえ。コナンが強すぎて。真実はいつも、コナンもいいこと言ってますよけど、真実はいつも何、なんだ、まるまる、何文字だっけ、2文字、まあ、3文字だけど、文字数からいった方がいいと思う。普通にそのイメージだけ掴んでくれてたら全然正解。もう1つしか出てこねえ。ちょっとこれ言った後に2人に批判されそうやな。真実はいつも、わかんねえ。いつ、え、体言止め、体言止め。ちょっとこれでいきます。はい。ちょっともうわからないです、これは本当に。いや、
わかんないな。わかんないっす。目の前。真実はいつも少数派。ああ。ちょっと難しかった。難しいですね。これは難しかったね。なんかそのそういうことなんだ。コナン君とほぼ一緒っすね。違うだろ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 。いや、違いますよ。だって、真実はいつも一つってのは個数の問題、ね。そっち側言っちゃいましたね。これは世の中の、そうそうそう。っていうことですよね。世の中の真理を言ってるんですよね、この人は。ただなんか、これはやっぱ湯川秀樹さんって言われて、うんうん、研究とか、ね、勉強の話だから、うん、いや、そんな、実は目の前にあることが真実だよ、うん、僕も身近って書こうと思ったんですけど。あ、そうそう、いや、そうそう、身近とか。そういうことなのかなと思ったら、なんか社会制度というか、確か確かにそういう世論みたいな話ってきた。まあ言いたいことは分かる。いや、間違ってる、間違ってる、いいことは言ってるけど、うん、なるほど、想像がちょっとちょっとパッ、確かに。道が違った。うん、じゃあ、次。ニーチェさんの一言です。はいはいはい。人は何を笑いの対象にするかで、その人のほにゃららが分かる。人は何を笑いの対象にするか、ニーチェが言いそうなことでしょ。その人のって、その人のほにゃららが分かる。2文字ぐらい。はい、漢字2文字。はい。まあ僕はこれでいきましょう。なんていうか書けます。はい、ドン。原田、ね、正解です。人格です。おこのままうん、そのままドンピシャ。品格じゃダメですか。まあ 0.5 点ですかね。ああ、そうか。まあでも、これは、なんか、まあ、ぽいですね。同じ方向に行ったね。そうですね。うん、合ってた、合ってた。同じ方向に行ったね。ということで、原田くん、正解してよかった。人格、うん、でも、はい。はい、じゃそろそろ最後にしましょう。はい。はい、ちょっとこれ、難しい気がしますけど。ああ、もう、どんと声も。アインシュタインの。また、ね、おアインシュタイン。原点回帰。知識人は、問題を解決し、うん、天才は、問題をほにゃららする。はあ、知識人は問題を解決し、天才は問題をほにゃららする。ほにゃららする。なんで何文字でも。うん、まあ、イメージなんか大体やってればいいよ。うん、まあこんな感じかな。ああ、創出する。似てますね。アインシュタインさんは発見だって。アインシュタインさんは。天才問題を未然に防ぐと答えてました。そっちの問題か。はあ、そっちの問題か。確かに数学的な問題だと思っちゃったね、うん、物理とか。ああ、そうなんだ、うん、未然に防ぐ、うん、そうかそうか。難しいね。だからなんていうの、クエッションとプロブレム。ああ、そうですね。違ったですね、うん、確かに確かに確かに。これプロブレムの方でしたね、はい、そうだね、うん、要は世の中の問題、うん、なんか僕ら物理とか数学だと思っちゃってね。そうですね、そうですね。そう頑張ってみんな問題解くけど、すごい人はなんかこれだみたいな、この公式だだけ言ってまだ証明はされないみたいな、なんかそういうことかなみたいな。確かに確かに。まあまあでも面白かった、はい、でしょうか。ということで、まあ今回は結構難しかったんですけれども、まあ一応点数的には僕勝ちということで。そうですね、はい、あれですけど、まああんまり別に自慢もできないので、はい、やってまいりました。またクイズ取り上げてほしいものがあればぜひ、コメント欄にコメントください。あと他にもね、クイズ以外でもやってほしい企画なんかがあればぜひ、コメント欄にコメントください。まあぜひ皆さんもね、一緒に答えて何問ぐらいあったよっていうのをね、コメント欄にいつもね結構書いてくださる方いるんですよね、はい、僕見て楽しくて、はい、意外とすごいなこの方っていう方もいれば、うん、難しかったですって方もいて、うん、まあ、いろいろ面白く僕もコメント拝見してるんで、はい、よろしくお願いします。はい、というわけで本日は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。